シロアリ。シロアリは、昆虫ツナゴキブリ目シロアリ科あるいは、シロアリ目の昆虫の総称。詳細は分類の項を参照。主に植物遺体を食べる、社会性昆虫である。いわゆるアリ塚のほとんどは、シロアリによって作られる。アリとは全く異なる系統の昆虫だが、アリのように、女王シロアリを中心としたコロニーを形し、コロニーには、数百から数百万の個体が生息する。女王シロアリは、世界で最も長寿の虫とされ、30から50年間生存しているものもあると伝わっている。シロアリには、ヤマトシロアリ、イエシロアリのような下等シロアリと、キノコシロアリのような沖縄以南に分布する高等シロアリがある。家屋に被害を与えるのは下等シロアリである。木造家屋などに住み着き木材を食い荒らす害虫として忌み嫌われるが、自然界においては、セルロースの分解に携わる重要な働きを持つ。近年では、シロアリの消化器官内の共生菌によるセルロース分解プロセスが、バイオマスエタノールやバイオガスの製造に役立つことが記され、研究が進められる。シロアリと名が付けられているが、アリは8目の昆虫で、羽をかく、社会性の蜂であるのに対し、シロアリは、朽ち木などの植物遺体を食べるゴキブリの中から、社会性を著しく発達させた系統の昆である。不完全変態のため、幼虫は、成虫とほぼ同じ姿である。そして、ある程度成長すれば、妊婦という段階を経て生殖中、いわゆる葉アリで成虫に該当するとなって、巣外へ出ていく。この生殖中の羽は細長くて、柔らかく、4枚がほぼ同じ大きさをしている。頭羽類という名称は、この4枚ともほぼ同じ大きさをしている羽にちなんだものである。この羽は折り重なるように畳んで背中に平らに寝かせることができる。ただし飛行後間もなく根元で切れて脱落する。種によって異なるが、それ以外のヘイアリや食アリは終生羽を持たない。触角は数珠状。後期は咀嚼型。頭部、胸部。腹部はその間でくびれない。腹部は膨らんで柔らかい。日本産のものは巣内に留まるので白っぽく、足が短く不活発なものが多いが、熱帯のキノコシロアリ類や餌を野外に探しに行く。収穫シロアリ科の種類では、7メートルの穴を掘り実を探し、体色が白ではなく、茶褐色や黒っぽいものもいる。それらでは、手足も長く活発な種も多い。林や草原における枯れ木や落葉などの16から 60% がシロアリの体を通ることで一般の動植物が再利用できるものに変えられ、生態系維持に重要な役割を果たす。シロアリはすべてが新社会性である。シロアリは巣から有種の雌雄の生殖虫が飛び出し、群飛後地上に降り、雌雄がペアになって巣作りを始める。雌雄は女王、王となり、交尾、産卵を繰り返す。女王は、卵巣の発達とともに次第に腹が膨らみ、種によっては、元の大きさの数倍に達する。生まれた子供は、親と同じ姿で、ある程度成長すれば、食アリとして、王、女王を助け、巣を作るなどの作業を行う。食アリは、雌雄両性があり、それらは成長してゆくにつれ、一部のものが、ヘイアリ、妊婦、有種虫、葉アリ、副女王や副王、複数オリ生殖虫が、コロニー内にいる限り生殖は行わないに分化する。ヘイアリは、繁殖をしない型階級は、生殖階級、女王、王に分化可能である。副女王は、女王のクローンであることが近年多くの種で、確認されている。なお、上記でもわかる通り、姿の似たアリでは、食アリは成虫であるが、シロアリでは幼虫である。このことから、専門的な文脈では、食アリではなく、偽食アリ、偽食アリは、誤りと表記することが多い。ヘイアリも幼虫とされているが、食アリと違い、通常は他階級には分化できない。食アリが、どの年まで他の、どの階級に分化可能かは種によって異なる。巣の規模が小さい間は、食アリとヘイアリだけであるが、大きくなってくると、妊婦を経て、葉アリ、副女王、福王が現れる。ハーリは特定の時期に市外に出て軍費し、新天地にコロニー創生する。副女王、副王はコロニー分裂時や女王、王の死亡時などに生殖中に分化する。なお、女王や王が何らかの理由でいなくなった場合、副女王や副王だけでなく、妊婦や職ありの一部からも女王や王を生じさせることが可能である。前者階級ほど優先。この時は最低でも繁殖可能な、つまり、兵アリを除く2匹を含まねばならない。白アリの種によっては、単為生殖によりメスだけでコロニーを創設することが可能であるが、その場合でも単一個体での創設は不可能で、メス同士2個体での創設が必須である。これは、白アリがアリと異なり、単一個体で自らの体をまんべんなくクリーニングすることができず、必ず他個体に、自らだけでは不可能な部位のクリーニングを手伝ってもらわなければならないためある。実験的にメス1個体でコロニー創設を行わせると、通常昆虫寄生菌を体表から除去することができず、感染により死亡する。ちなみに、兵アリは他虫の世話を含むコロニー管理ができない。多くの場合、自らのみでは接触することすらできない。生殖中には目があるが、働きアリと兵隊アリは目がない。白アリは互いに餌を口移しで与え合ったり、他個体の糞を口にしたりする。これによって腸内微生物を共有する効果があるほか、フェロモンを集団内に行き渡らせる働きがある。兵アリは大きな頭部を持ち、巣に敵が侵入してくるのを防ぐ。兵アリには様々な形のものがあり、種によって独特の形態となる。日本産では、大和白アリ、家白アリは細長い頭の先端に鋭い牙を持っている。八重山諸島に産する高砂白アリは丸い頭で、牙は小さいが、頭の斜め前方に鋭い角を出し、そこから液体を噴射する。沖縄産の大黒白アリは丸っぽい頭で、先端が平らになっており、これを使って、巣穴を塞ぐという。働きアリは、外見は白い種が多く、巣、アリ塚の修復や食料を集め、この世話を担当する。アリ塚の修復には、唾液や糞でこねた小さな土の粒を一粒ずつ運んで貼り付けていく。白アリはすべて巣穴を作り、その中に王と女王が滞在し、働きアリが餌を運ぶ。巣穴は餌となる材の中に作るもの、地中に作るものが多いが、熱帯や乾燥した草原のものは、地表に盛り上がったアリ塚を作るものが多い。アリ塚は土や自身の排泄物などでできており、一つのアリ塚には数百万匹住んでいる。塚の壁は厚さ15センチメートルに達するものもあり、高温や乾燥から中の白アリを守ってくれる。アリ塚には、直径5ミリメートルほどの穴がいくつも開いている。働きアリは、塚の外に出て、枯れ木、枯れ葉、その他植物遺体を接触するものが大部分だが、熱帯には、地類を食べるものも知られる。高頭白アリと呼ばれる白アリ科の白アリにはユニークな生態のものがあり、その中にはキノコを栽培する白アリもある。それらは食った枯死植物を元にして、キノコを栽培するための培養器作る。それを入れるための巣穴を特に作る必要がある。日本では八重山諸島に分布する台湾白アリが地下に巣穴を掘り、そのあちこちにキノコ室を作る。樹上生活のものもある。やはり高頭白アリで八重山諸島に生息する高砂白アリは樹木の幹に頭大の丸い巣をつける。餌は近くの枯れた幹で、働きアリがそれを加えて運び込む。熱帯では地表の枯れ木や枯れ葉を主として持ち込むものもあり、それらは巣穴から働きアリが地表を歩いて取りに行く。隊列をなして餌運びをする働きアリの列の外側を兵アリが守っている。食物は主に枯死した植物で、その主成分はセルロースである。しかし、下頭白アリではセルロースを分解する能力が低く、消化管内の共生微生物の助けを得ている。一方、高頭白アリでは、シロアリ自身もセルロースを分解する酵素、セルラーゼを持っていることが確認されている。これは遺伝子の水平電波を示唆していると考えられている。シロアリの腸内共生原生生物は、セルロースを酢酸まで分解し、これをシロアリの栄養源として提供する。下等シロアリ類では、消化管内に住む共生原生動物の酵素で、植物繊維のセルロースを分解し消化吸収する。共生しているのは腸弁毛虫類や多弁毛虫類が中心で、そのほとんどはシロアリの腸内のみに生息している。キノコシロアリ等、熱帯で繁栄する高等シロアリ類、シロアリ科では、共生原生動物を下記、グループにより、単子菌のキノコや細菌などと共生関係を持つ。体内の原生生物自身は、酢酸に分解する間にエネルギーを得るが、この過程で二酸化炭素と水素が発生し、さらに二酸化炭素と水素から酢酸、またはメタンが生成される。単子菌類と共生するキノコシロアリ類は、巣の中に菌類培養室をいくつも持っている。野外から植物遺体を採集してくると、まずそれを食い、その糞を積み上げる。共生菌がその上で成長し、糞に含まれる成分を分解する。シロアリはその塊の底から食ってゆき、また糞をその上に積み上げる。これを繰り返してゆけば、積み上げられた糞の中の成分は、次第に分解され、シロアリは食ったものの中から吸収できる成分を吸収する。吸収できなかった成分は再び糞として積み上げられ、すべてが吸収できるまで循環することになる。そのため、シロアリの巣内に持ち込まれた植物遺体は二酸化炭素と水になるまで分解され、土壌形成という形で広い範囲の土地を肥やすことにはならいとも言われているが、シロアリは腸内に窒素固定菌を飼っており、窒素循環の一翼を担い、巣の近辺には無機栄養塩が濃集することで植物の生育が良くなることが知られている。腸内微生物の中には PCB を分解する種も見つかっている。体の大きさや巨大な群れを作る社会性昆虫であることなど、アリとの共通点が多いが、アリとシロアリは全く異なった昆虫である。アリは八目、マクシメの一員で完全変態を行う昆虫であり、幼虫は、ウジのような形態をしている。一方、シロアリはゴキブリ目、網羽目に属する不完全変態の昆虫である。シロアリでは、幼虫も成虫によく似た形態をしている。社会の仕組みについて、アリは、メス中心で女王と不妊のメスである働きアリ、食アリで構成され、オスアリは一時的にしか生じないのに対し、シロアリでは生殖中、女王、王、働きアリ、偽食アリ、兵、アリ、兵隊アリなどの階級それぞれに雌雄が含まれている。シロアリのメス生殖中、女王アリは結婚飛行を終えてコロニーが発達してくると、腹部がソーセージのように異様に発達した他の階級個体とは大きく異なる産卵に特化した外形に変化する。熱帯に分布する大型のものでは、体長5センチメートルほどで1日に5万個の卵を産むものもある。対するに、アリの女王は、軍隊アリ類など一部を除くと、シロアリの女王のような、特異な外形はしておらず、他の階級個体より一回り大きい程度の差しか見られないことが多い。それゆえシロアリの女王の方が、より生殖に特化して進化したかに見えるが、他の理由もあるため、一概に判断はできない。アリの女王は、貯精能を有しており、そこに一生分の精子を貯蔵できるため、交尾を済ませれば、生殖能力はほぼ一生持続できるのに対し、シロアリの女王は、貯精能を欠くため、生殖能力を維持するには、定期的に交尾を繰り返す必要があり、これがアリには見られないオス生殖中が存在する、大きな理由となっている。アリの社会では、女王と働きアリだけで構成され、種類によっては一部の働きアリが特殊化した大型の兵アリとなるものもあるが、兵アリが分化していないものがむしろ大半である。近年は単純に戦に特殊化したわけではないことが明らかになっているため、兵アリと呼ばずに大型働きアリメジャー、ワーカーと呼ぶことが普通となっている。それに対して、シロアリではほぼすべての種に、ヘイアリがいる。これは、アリは、基本的には捕食性の強い肉食の昆虫で、すべての働きアリに高い攻撃力があるのに対して、シロアリは主に枯死植物を食べる昆虫であるため、基本的には攻撃的ではなく、肉食昆虫に狙われる存在だからである。また、下等なシロアリでは、真の働きアリは分化せず、他の階級への分化能力を有する未成熟の幼虫が働きアリとして働いている。つまり、アリ、蜂は、親、女王が自分の子のほとんど全部を不妊の働きアリ、蜂にすることで新社会性になったのに対して、シロアリは親がこの一部をヘイアリとして不妊化することにって新社会性になったと言っていい。ちなみに、アリはシロアリにとって最も恐ろしい天敵の一つでもある。熱帯ではシロアリを主たる獲物としているアリも少なくない。日本ではなどがシロアリを捕食することが知られている。熱帯域ではその現存量が多く、また集中しているため、食料として有望であるが、地下やアリ塚の中など手に入れるのが容易でない上、ヘイアリがいる。そのため、これを染色する動物には独特の適応が見られる。典型的な例がアリクイであり、前足の強い爪はアリ塚に傷をつけるのに有効で、長い穂とさらに長い舌はそれをこの傷に突っ込んで、舌でシアリを吸着させて集めるのに役立つ。チンパンジーはアリ塚に唾液で湿らせた小枝を差し込み、シロアリを釣り出して食べるが、これは上記の適応を道具でなぞったと取れる。天敵から身を守るために、アリ塚を利用して生活したり、巣を作ったりする他の生物もいる。その他にも、シロアリの巣内に生息する小動物はいくつかあり、高シロアリ性と言われる。他に、シロアリの卵に擬態した金核を作る菌が知られている。色は異なるが、化学物質や型の擬態によって、シロアリは卵と間違えて巣内に運び込むという。この金核は、ターマイトボールと呼ばれる。中国には、シロアリが銀を食べるという話が伝わっている。清代の後期年間に、呉新宝が表した、嶺南雑記には、1684年にある役所の銀倉庫で、数千テールの銀が紛失したが、倉庫の隅に、シロアリの巣があった以外に異常はなく、不可解に思いながら、シロアリを炉に放り込んで焼き殺したところ、炉から銀が出たという話が書かれている。また、天功労返しにも銀を入れていた木箱がシロアリに食われて銀が消えたが、シロアリを炉で焼いたら箱に入れていただけの銀が出たという話が載っている。これらの伝承には一部誇張もあるであろうが、シロアリは食物を求めて巣から蟻道を伸長する過程で立ちふさがる障害物はかじって突破を試みることが知られているので、それによって銀塊が著しく損傷したことを伝えていると思われる。現代でもレントゲン室の円盤や地下埋設された円環をシロアリが損傷することがよく知られている。かじり取られた銀は消化管を通じて、あるいは口で加えて巣に持ち帰り巣材に用いられたであろうから、巣をシロアリもろとも焼けば塗り込められた銀粉が再度溶けて銀塊に戻ることもあり得るである。日本本土に分布する種では、ヤマトシロアリリティキアリターミススプラタスと、イエシロアリキャプトターミスフォーモザネスが普通である。この2種はいずれも溝頭シロアリ科に分類される。ヤマトシロアリは、枯れ木の中に巣穴を作って生活している。巣穴は、網目状になった穴の連続からなり、シロアリはその周辺を食べながら、巣を広げる。場合によっては表面に木くずを積み重ねたトンネルを、作ってその中を移動する。広い面積を食べることは少ない。一方、イエシロアリは地下に穴を掘り、木くずや土で固められた大きな巣を作り、この中に女王がいる。この巣を中心にして、トンネルを掘り、あちこちを食うので、木造家屋などでは大きな被害出る。根絶は難しいが、巣を発見、摘出することによって、被害の進行をある程度止めることができる。なお、イエシロアリは IUCN 国際自然保護連合により世界の侵略的外来種ワースト100に指定されている。南西諸島ではシロアリの種数ははるかに多く、10種を超える。その中には地下に巣を作り、オオシロアリタケというキノコと共生関係にある台湾シロアリや、樹上にスイカほどもある大きな巣を作るタカサゴシロアリなど、興味深い種も含まれる。近年では、アメリカカンザイシロアリが増えつつある。また、日本最大のシロアリは、鹿児島以南に生息するオオシロアリである。建築害虫であるシロアリの駆除を専門とする業者が多く存在する。多くは、シロアリ薬剤を柱の触外部分に直接注入したり、周りに散布する方法が取られる。人体に対する影響が大きいアヒ酸は現在、使用禁止になっている。日本シロアリ対策協会は、和歌山県高野町の金剛ポーチに、シロアリの供養塔を建て、毎年9月に慰霊祭を行っている。高野山に行けば、別院参道の入り口脇に存在する。また、シロアリ探知犬というのも存在する。昆虫食の対象として、トカゲやチンパンジー、オオアリクイ、クマなど、シロアリを好んで食べる動物は、少なくないが、人でも食料とする地域や民族がある。人間がシロアリを食用にする場合、採取に著しい労力が必要な上消化管に、枯死植物質が充満した働きアリではなく、繁殖期に巣の外に大量に出現する生殖虫、すなわちオスとメスの羽アリを集めて食料とするのが普通である。スーダンなどではこれらの羽アリを採取し、油で揚げて販売する。南米先住民は生食で食している。フィリピンにはすりつぶしてスープの具にする地区もあるという。他にも中国、雲南省や台北部でも素揚げやスープなどにして食べられている。シロアリには 6% 程度のタンパク質、0.1% 程度の鉄分が含まれ、栄養価値は高いと。なお、シロアリそのものではないが、シロアリの培養するキノコである。シロアリタケは、キシメジ科に属する、食べられるもので、かなり美味なキノコとして扱われることが多い。中国の一部では庭にアリ塚を移植して、そこから発生するシロアリタケを食用にするとも言われるし、日本のキノコ培養性のシロアリである、台湾シロアリが、八重山諸島と沖縄島の那覇周辺に離分布するのは、琉球王国の宮廷料理に使うために、八重山から那覇へ移植が行われたためとする説がある。シロアリの消化器官内の共生菌によるセルロースの分解がバイオエタノールの生産に役立つと期待され、琉球大学や理化学研究所等で研究が進められる。また、シロアリの消化器官内にいる共生菌の中には水素を生成する菌がいることが確認されている。砂漠地域においては、ゴミとビニールの埋設による緑化及び家畜を併用した土壌改良が実験的に行われており、ビニールを埋設することでシロアリの住処を形成、唾液による砂の変質を行う役割を与えている。かつては独立目のシロアリ目、トーバネ目、イサープターに分類されていたが、かねてより木だけを食べるキゴキブリ属との禁煙が指摘され、2000年代の系統解析によってゴキブリ目に含める意見強まっている。ただし、どのような形で含めるかは定まっておらず、さらに、旧分類の用語が一段階格下げされることになると、用語の混乱を招く恐れがあるとして、シロアリ目を残そうという提案もされている。シロアリをシロアリ目とする場合、これらの赤はトガとなる。したがって、シロアリ科という科名は、シロアリの総称以外に、現在のシロアリ赤を指すことがあるので注意が必要である。シロアリはゴキブリ目に属すが、シロアリに最も近縁なゴキブリは、キゴキブリ科、クリプトケルクス科である。小栗虫太郎の推理小説に、シロアリという題名のものがある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。